要、要家経二十年は、中国信頼の三文化、農書家。字は、姫伝、号は、夢国などがある。道郷は、お鹿会見で、これによりお鹿会先生と呼ばれた。暗記症安喜び不霧条件の出身。古文学を標榜する霧上派の礎を築き、霧上派文人の巨頭と言われた。また、農書家としての評価もすこぶる高く。 柔軟な書風をよくした。要は、新朝一代を通じて、第一流の古文作家であった。また、書法においても極めて優れた手腕を持っており、その書は行僧、業界を中心とし、内言には、陶器僧や王剣士が指摘される。その行僧は、陶器僧に迫ると評され、また、彼の恩和な人格が、書に滲み出ていて、少しも気取らぬ、高潔な趣を称えている。 少年の頃より、叔父の洋藩に、古典の学を、叔父の友人の劉代より古文を学び、隆竜28年、下居に旧大した。漢は、行部老中に至るが、病気を理由に辞し、教理の書院で教鞭を取った。そして、以後44年にわたり、後進の育成に余生を捧げた。代表的な著述に、古文学の体制というべき、古文寺類産がある。また、 おしかかえけん法上大罰には、王義氏を中心とした、新人の法上に対し、釈文と大罰を収録している。その他、著述は数多くあるが、そのすべては、おしかかえ総書、おしかかえ全集、前おしかかえけ遺書にまとめられている。ありがとうございます。